エルエモンキャドルーム、オンシェイプでティーポットを作ってみたよ。ご注意、テルエモンキャドルームはテルエモンが気まぐれにキャド操作している様子をあまり編集せずに動画アップしていくチャンネルです。音声は入れてますが、テキスト文字にはせずにアップしています。途中でグダグダになっている場合もありますが、ご了承くださいませ。それでは最後までどうぞお楽しみください。どうも、テルエモンです。今日なんですけども、ティーポットをですね、オンシェイプという 3D キャドでですね、作っていきたいと思います。このオンシェイプはですね、ブラウザーで動く 3D キャドになっていまして、今 Google Chrome の方で、起動しています。でこちら無料で、使える 3D キャドになるんですけども、ただしですね、無料の場合パブリックという形で、公開ですね、されてしまいます、データがですね。で、非公開にしたい場合にはプロフェッショナルということで有料版をですね、購入する必要があります。はい、これですね、作成のところからドキュメントというところでパブリックのドキュメントを作成から作成していきたいと思います。はい、すみません、その名前を先ほど付け忘れていたので、こちらからティーポットっていう名前で変更していきます。ティーポットですね。はい、はい、では作成をしていきたいと思います。スケッチをするからですね、正面の面を選択しまして、正面向けまして、ね、ちょっと断面を描いて回転で最初作っていきたいと思います。まずは中心のラインですね。だいたい150ぐらいにしていきたいと思います。こちらですね、寸法で、150ぐらいですかね。よいしょ。で、下が少し平らになっていて、で、上もある程度こう平らになっていて、こちらがスプラインとでちょっと結んでですね、ちょっと曲線にちょっとしていきたいと思います。こんな感じですかね。寸法も一応ちょっとつけますか、こっち。と、こちらで。大体50くらいですか。と、60。はい。こちらも、大きみ70ぐらいですかね。よいしょ。もうちょっとドラッグしながらになるんですが、ティーポットなんですけども、ちょっと下がこう膨らんでる感じがいいですね。よいしょ。あ、ちなみに私このオンシェイプすごい久しぶりに触っているっていう形です。普段ちょっと使っているって形じゃないので、ちょっと不慣れなところあるかもしれないですけども、ご了承いただければと思います。一回回転させてみましょうかね。スケッチ OK で回転。回転するフェースがこちらで、回転軸がこちらですね。で、フルですね。360でフルというのを選べばいいんですね。ちょっと私も、だいぶ、今回もほぼ、久しぶりに使うというのと、久しぶり前に使った時も、ほんとちょっとしか使ってないで、すごく、初めてのような感覚で今、ちょっと作っていっています。で、ここちょっと後からフィレット入れようかなと思ったので、ここちょっとフィレットを入れていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。50とかですかね。はい。で、次に、
ここの、なんですか、口の部分ですかね、っていうのをちょっと作ってみたい。ここちょっとロフトで作れないかなと思っていまして、まずはスケッチをまた正面の面に書きていきたいと思います。で、スプラインで、取っ手の湯口の部分をですね、まあ、どういう形にするかなんですけども、こんな流れですかね。どんな感じだろう。おーで、あと下です。あ、でも、下かな。はい。ちょっと一旦は、ちょっと、後でも直せるかなと思うので、これスケッチを使用していきます。で、こちらの平面を作成するもので、カーブポイントで、こちらのポイントですね。で、ここにちょっとスケッチ書いていきます。とか、どうしよう。ちょっと一回その2つで戻ります。ちょっとこちらちょっと戻りますね。平面なんですが、平面と点にしますか。ここの平面をこの点までという形にして、でこのスケッチはここの断面に描きたいと思います。ちょっと湯口の部分をどういう形状にしていくかによるんですけれども、今回はこちらで25とかかな。楕円とかの方が本当はいいのかな。ちょっとまあ、本当は円じゃないかもね。じゃあここ楕円とかですかね。ちょっと楕円とかにしてみようかなと思います。よし、楕円。ちょっと大きいですかね。よいしょ。一回これで。で、これ、反対が、ちょっと徐々にこう太くしていきたいので、もう一回平面で。反対側は、カーブポイントでここの端点にちょっと作っていきますね。で、こちらにスケッチするで、ペンで、で、ここの根元に、30ぐらいですかね。もうちょいやってみようか。一回これでスケッチをして、ロフトでつないでみたいと思います。ロフト、こちらと奥が選べづらいですかね。こういう手がどうやって選ぶのかな。この他を選択、あ、選びましたね。はい。で、本当ですね、今回今リハーサルし本当にやっているので、本当に今、メニューを探り探り、ちょっとやってみますね。ガイド、ガイド、あ、で、こちらかな。ガイドじゃなくて、パスか。ガイドじゃなくて、パスにし、あ、今、来ました、ね、イメージ通り来ました。もっと台に小さくして、こっち太くしてもいいような感じですかね。セクション数っていうのを入れるんですね。でもこれ少なくてどうなの、あと、まあ、手ばちょっと戻したいと思いますが、一回 OK をしますね。ガイドも書けばいいのか。ガイドもこう書いてやればいいのかもしれない。しかもちょっと、ちょっとここのスケッチをダブルクリックでもう少し大きくしてみますか。確か整えたいん、もうちょっとこだわりたいんだと、ここのラインも書いてっていう形ですかね。ちょっと一回戻ります。よいしょ、これこちらかな。これでちょっとロフト様に戻って、この面にスケッチするで、ちょっと私ここから本当に未知の使い方になってきているので、ここのポイン
音が取れるのかな。多さ。面を選ぶ。じゃあこっち。あ、これは取れそう。で、取れましたので。で、ちょっと平面を表示しましょうか。ちょっと平面を表示にしていってます。一旦です。こちらで、これでこう、まあ、自分の緑のカーブを描いた方がいいんでしょうね。あ、そうそう、こんなイメージ。で、反対側を描きます。まあ、こうシンプルな感じで。こういう逆か、こうこういう感じ、キーボードって。はい、ちょっとここで終了していきます。これでロフトちょっともう一回戻しますけども、はい、透明戻して、で、このロフトをダブルクリックで修正するのガイドです。ガイドにこれを入れてみましょう。あ、入りました。はい、はい、ちょっと入りました。はい、これで OK をしていきます。うん、だいぶ私のイメージに近づきました。そして、レッドを先に入れましょうかね。ここにレッドで、10ミリぐらいですかね。で、シェル。で、シェルするとどうなる？シェルで、ここと、ここ。2.5。ちょっと厚み、ちょっと、詰めていきます。はい。で、断面は、ここから切るのかな？断面美。で、こんな感じで今、できましたね。はい。断面を消すと。で、取っ手の方をつけていきたいと思います。ここ書いてのロフトですね。で、この取っ手はですね、まあ、スイープを使っていこうかなと思います。要するで、正面ですね、フロント。で、こちらもスプラインを使って、作っていきたいと思います。で、先ほど同様に平面で、カーブもポイントですね、こちらに作りまして、そして今度こちらにですね、スケッチですよね、すると。で、こちらは円でいこうかなと思います。ここですね。で、寸法で、25とかですかね。で、スケッチ終了して、スイープ。スイープで、こちらで、パスにこちらを選んで、ちょっと円太かったかもしれないですね。一旦これで OK ボタンを押しまして、すいません、スケッチの7の方ダブルクリックで、20ぐらいにちょっと一回変更します。はい。で、ちょっとラインの方もちょっと直します。ちょっとこう上にこう来て、で、こう下がる感じの方がいいかね。ちょっと待って。ね、この辺ちょっと、どういう感じで作るかね。ちょっと待って。もうちょっとこう丸くなってもいいですかね。イメージはこうかな。ちょっと消してみ
高級になっていますね。おっと、どうでしょうね。どこに住みかな。ちょっとグダグダになってきてしまうので、ちょっとそろそろ目処をつけていきたいと思います。もうちょっと広げてみてください。こんな感じですか。一旦これでちょっと続きいきましょうか。これが円だから余計ですね。台にすればよかったかもしれないし、もしくは一回これ新規にして、着度っていうコマンドはありませんでしたっけか。スケールみたいな機能がちょっとないかをちょっと今すみません探してみたいと思います。スケールっていうコマンドないですかね。そしたらこの円をちょっとこう伸ばしてですね、こう楕円っぽくできるかなと思ったんですけども、置き換える、面を移動する、面削除、フィレット、変更、面削除、トランスフォーム、トランスフォーム、拡大縮小、これのことですかね。スケール、ありましたね。で、均一じゃないのにして、こちらを選びまして、Y 方向にだけちょっと、1.2 とかにすると、ポイントまたはスケールには頂点またコネクターが必要です。どこでもいいんですけども、ここ選べないのかな。ここ基準にいきましょう。2倍ぐらいしてもいいかもしれないですね。2だとさすがにちょっと、あれですか、ちょっと 1.5 ぐらいでちょっと終了してみたいと思います。そうしますと、こう、円ではなくて、こう、楕円っぽい形に、じゃなったかなと思います。で、もっと細くてもよかったかね。もともとが。ちょっと、ちなみに15とかだとどうですかね。今、更新中ですかね。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと今ネット接続の方はちょっともう来てないかもしれないです。あ、戻ってきました。そうですね。あ、復旧したので、大丈夫かと思います。ちょっと更新今かけました。ちょっと今 Wi-Fi で、繋いでたんですけども、この部分ではですね、ちょっとうまく来てなかった形ですね。ネット接続の方が。で、ここですか。で、さっき15にしたんでしたっけ。で、OK。これはどういうことだ。大丈夫か。15にすると線細くなりましたね。ちょっともう一回。18ぐらいにちょっとしていきたいと思います。で、これでスケッチ6の方もちょっとこう直してですかね。ちょっとここの辺こだわりすぎですかね。よし、ちょっともうここでいっちゃいます。で、これを、ブーリアンですかね。こちら、ブール演算。基本的には結合なんですね。これとこれ結合。で、OK。で、ここの部分は面削除をちょっと使って、ですね、でこちら側も面削除で、ここを選んで OK。ここにちょっとフィレット入れましょうか。よいしょ。で、OK。はい。
じですかね。ここにできまして、右クリックの外観変身。まあ、色は決めてなかったんですけども、このですね。で、検定、表示されてます。よいしょ、表示。で、こちら、エッジナイムと。はい。ちょっと蓋の方も、作っていきたいと思います。フロントにスケッチですね。で、先ほどちょっと試しした、交差ですね。この内側の面と外側の面と、よいしょ。で、ここを取りまして、ここ基準にですよね。蓋が閉まるようにしていく形ですね。で、すみません。半分のところにいます。原点を表示しまして、ここ基準です。ここを中心線にしまして、まずこうですかね。で、こちらも、ここ閉じる形ですね。はい。で、まぁ、ちょっとこだわるんですと、ここがこう、引っかかるようにですね。少しこう作ったりとかですよね。で、ここを基準に、ちょっと隙間いくつですよとかですね。入れて。で、高さいくつですとかですね。で、幅いくつですよね。そこが適当にいきますけど。で、ここの厚みを3ぐらいですかね。で、ここを、こんな感じで、あと円ですかね。こんな感じで、ちょっとトリム。ここもちょっと消しちゃいます。こんな感じですかね。で、これつけたないですけど、デリート。で、ちょっとここ丸くなるように。ですかね。で、すみません。ここと、ここは、一致させたい形ですね。一致で、ここと、ここが一致。で、寸法をつけていきますね。ここと、ここの高さは、じゃあ、12どうしたらいいのかな。で、円弧の大きさを3、4、で、ここの長さかな。はい、ちょっとこれで回転をさせてみたいと思います。ちょっと小さかったかもしれないです。ちょっと今、私思ったんですが。で、回転軸こちら。で、これは新規ですね。別ボディで。はい。ちょっと、スケール感的にちょっと小さいです。よいしょ。ここちょっと、もっと15とか、20ぐらい、20だと大きい。なんで、ここをもっと。で、こうです。スケッチしましょう。こんな感じですかね。で、フィレットで、ここ。どうでしょうかね。ティーポットってなった時にですね。もっとこの円が大きくてもいいのかな。まあ、10ぐらいでいいんですけど、そこの高さが、もっと高くしてですかね。こうかな。はい。で、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。ここがもっと太くてもいいです。うん、倍ぐらい。ちょっとしまして。はい。いいですかね。まあ、大体ちょっと私のイメージ通りのものができましたし。ちょっとまあ操作練習にもなったかなってことパート2とパート1ですか。あ、すみません。回転するときに、ここの画面も入れてなかったですね。これで、こんな蓋が、まあ、できましたよと。はい。今、別々の一応、ボディっていうんですかね、なってるのかなと思います。
はい。では、これで、ちょっと今回の動画は以上にしたいと思います。こんな感じですかね。で、出来上がりましたと。ちなみに、アイコン編集で、ガラスとかそういう材料とかはないの？ちょっとあるのかもしれないですね。透明とかですね。マテリアルっていうのがあるんですよね。ただこれの色にするってないのかな？ここにこう、マテリアルとかはあって、ガラスとかありますけど、色はその絵にはならなそうですね。ちょっとすみません。私も詳しくわからないので、あれです。こんな感じで、ちゃんと履歴もここに残ってるので、後からこう、ちょっと直すってこともできますよね。バランス的にどうでしょうかね。ちょっというところはありますが。まあ、ただ、オンシェイプというですね、ブラウザでも癖できるの方で、ポットの方をちょっと作ってみました。はい。今回動画はちょっと以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。